NHK 職員によるインサイダー取引事件とは2007年に日本放送協会の職員がニュース原稿を放送前に閲覧しそれをもとに対象企業の株式を売買したインサイダー取引事件である2007年3月8日全商がカッパクリエイトと資本業務提携することが決定し両社が発表する時間と同じ15時の NHK ニュースで放送した。この放送原稿を放送前に原稿システムの端末から知った NHK 職員がカッパクリエイト株のインサイダー取引を行っていたことが明らかになった。NHK によると証券取引等監視委員会の調査を受けたのは33歳の報道局テレビニュース部制作記者、30歳の NHK 岐阜放送局放送部記者、 40歳の NHK ミト放送局放送部ディレクター。NHK の内部調査では、3人のうち2人は、勤務時間中にもかかわらず勤務先から自宅へ戻り、パソコンからのカッパクリエイト株の買い注文を出していた。残る1人は勤務中に携帯電話のサイトを通じて購入していた。取り調べに対して、1回あたり約40万円ほどの儲けがあったと職員は供述している。 後の同局の記者会見では16日午前の証券取引等監視委員会の査察まで気づかなかった上、コンプライアンス担当理事である畠山博次理事の説明によれば、経済部内部では禁止をしていたが、他の部署までの対策が至らず、倫理規定も曖昧だったことを認めた。また、調査対象者が約5000人に上り、NHK は内部調査委員会による解明や、 証券取引等監視委員会への捜査協力を表明した。監督官庁である総務大臣、増田博也は徹底調査すべきと発言し、過去の NHK 不祥事から学んでない点に不快感を示した。証券取引等監視委員会のその後の調査で3人の取引が当日の市場取引の約3割にも当たり、市場に与えた影響が大きく悪質な行為と見ており、 徹底追求の方針。証券取引等監視委員会は金融庁に6万から45万円の課長金を勧告。それに従い金融庁は課長金納付命令を出す方針。NHK では第三者委員会の報告まで当面、当該職員の懲戒給食処分としたが、金融庁の課長金納付命令処分が下ったため、処分を早め。 当該職員全員懲戒免職処分にした。また当時の橋本玄一会長は人気満了となる2008年1月24日に隕石辞任した。NHK ニュースの原稿は社内システムで管理されているが当時はニュース原稿を編集作業に回す時点で報道関連の職員なら誰でも見られる状態になっていた。今回の事件では 社内公開された時間が午後2時38分で、株式取引終了時間の午後3時までの22分間に、株取引が行われた。ありがとうございます。